あ、どうも、おはようございます。なんたってね、いつもと違う最初の雰囲気が。今日は最初、何すごい話題だよ。死刑、本当にズバリ。いや、死刑って、いや、死刑は、国尾さん。そうそうそう、それだよ、それだよ。だからね、死刑囚ね、と言って今107人ばかり収監されてるわけだ。なんで急にこうやって喋んなきゃなんないの。お前、107人ばかりいるって言うといいじゃん。だけどさ、やっぱりさ、こうやって演説やるわけじゃないんだから、やっぱこう雰囲気としてさ、はい、いて、それどうしました。それで、それで鳩山邦夫君が偉いじゃん。いや、だから偉いんだけど、法務大臣になって次々と、もうすでに13人も死刑執行したという。あのね、それは何。いやいや、これが今、今週、先週、でーっと話題になる。あ、そう、いやね、法務大臣として死刑執行しないというのは、場合によっては職務怠慢とも言えますから、ね、法にね、従ってないでね。私はね、稲葉先生が法務大臣の頃、ね、ああ、稲葉修さん、ね、先生、どのくらい押しましたったら、私は3年ですと、で、よく考えて、調べに調べて、これならばということをしてやったと、これだけど、調べた結果があって、ちょっと待ってて、あとしゃべらせて、したらね、もっと押した人がいるんですかって聞いたらね、いるんだっす、ポンポン、今日は何人だみたいなの。あ、ね、ちょっと珍しいですね。そんな押され方したらたまんないね。もっとすいませんが、ハンコをきつく押してくれませんかって。まあ、それは役人も言うだろうけど、これはね、いやいや、死刑囚が言うんじゃないかって。死刑囚はさ、まあ、分からないんだから。だけどね、法務大臣、まあ、稲葉さんだけじゃない、はい、歴代の法務大臣、机の上にね、死刑執行の判をつくだけの書類がだーっと山積みになってるんですね。ところがみんなね、怖くてできないわけです。これやると後味も悪いし、なんか怖いという。そこで稲葉さん、やっと3年、慎重な上にも、あの人慎重ですから、はい、やったと思うんですよね。鳩山邦夫君は13人と。俺、偉いと思うよ。偉いと思うでしょ、思うけども、朝日新聞がね、ね、矢継ぎ部屋にこんな死刑をして新記録達成、まさに死神と書いたんだ、朝日新聞。失礼だね、そりゃ。死神だって、だって法に、仕事じゃない、それは。だからさ、法に従ってきちっと死刑執行ね、こう判をついた、執行されたとして、これが死神だったらね、法務大臣怒ったよ、やっぱり。怒るよ、そりゃ。当然、もう俺は邦夫さん偉いと思ったもん。いや、偉い、確かに。しかも被害者のね、団体がね、朝日新聞に抗議したぐらいに、でも朝日新聞は全然ね、とぼけてね、ね、コラムは難しいとかなんとか言ってね、弁解してるというかね、もう非常に卑怯だ、朝日新聞は。だけどね、よく考えるとね、新聞ってのはもともと誰それと誰それができて心中だなんてこと言ってた、面白半分にね。そう、それになんかこうだ、世論というのか世論というか、社会観というか世界観というのが入ってきてね、正義の味方みたいな顔してるけど、元はそんなもんだと思うと腹元だね。いや、でもね、この死神とは言ったね、この失礼な記事書いたのが朝日の中でもね、まあはっきり言って札付きというかね、とんでもないやつでね。ただ問題は、鳩山、国男は兄貴の幸男が民主党だけど、さすがに一緒になってね、正しいと、弟は偉い、これで行くべきだと。幸男さんも偉いよでしょ。だから両方とも偉いけども、当たり前のことを。当たり前やんなもの。そうなんです。ですからね、これがね、話題になること自体、死刑廃止論というのが背景にあって、そしてこの論議を交わすならいいんですよ、ね、それをただ死神だなんていうような茶化し方ね、それよく、そう、なんていうの、天下の朝日とかなんとか言ってるのが出すね、だけど出すって言ってて、弁解もしないし、説明もしない、知らんぷりして蓋閉めたというね、朝日ってのはもともとそういう汚いことをやるの平気なんだよ、やらせとかなんとかって。だからそれはそれとして、ね、死刑というのはね、やっぱりね、厳粛なもんであるが、やはり被害者あり、そして裁判の結果、そういうね、判決が出た、これをほっとくってはいかないよ。オウムの、例のオウムの麻原祥子、俺だって死刑だけどまだいるよ、ね、あ、宮崎と、あれとってもよく分かんの俺、分かるって死刑がだろ。そうそうそう、いや、死刑がってよりやったことがね、あ、やったことが理解はできる。言ったら悪い、悪いから死刑なんだけど、発狂しちゃったやつがね、あれがかりに元へ戻ったとしますか、党にいられないよ。なるほど、それは発狂した状況だから、こうやってるけども、ということはやっぱり死刑執行された方が本人のためにもという、そんな感じかな。ところはそうね、だからこのまんまずっといたんじゃないのかな、彼は。なるほど。だから、あなた大変なことしたの、謝る気持ちがあんのって言われても、
謝る気持ちなんか出てきたら彼こんなになっちゃういられない、まあ、しかし余計なことだけど、いやいや、でもね、余計だけど深刻な話だからこれはこの辺にして、まあ、今日も今あの銃殺ってのはないね、銃殺はないよ、うん、まあ公主刑ですけどね、うん、漫画にこんなのあったよね、うん、銃殺されてんだよね、こうやって避けてんだよね、死刑になるたやつだって書いてあるんだよ、死刑になるたやつ、まあ、他の国ではそういうのもあるけどね、はい、ということにして、じゃあ今日もまたよろしく。道平陽子です。今週もご覧いただき誠にありがとうございます。さて、憂鬱な雨を快適に過ごそうと巷ではレインブーツが流行っています。デザインもカラフルで豊富だそうです。こちらはネタが豊富な男子陳平の言いたい放題。まずはニュースからどうぞ。さあさあ、豊富なネタだよ。豊富、で偽装食品が豊富に、あ、これはちょっと表現が悪いな、豊富じゃない、とんでもない話だけど、次から次へと出てるよ相変わらず、うん、うなぎも出るわ、牛肉は出るわ、豚肉は出るわ、ずっとありますが、最近偽物ってのは豚じゃないの。いや、だから豚をね、牛とやったとかかつていろいろ出てきましたが、今度は飛騨牛というね、まあ、ブランドの飛騨の牛ね。そうです、飛騨の。それをね、飛騨牛ってのは聞いたら、後で聞いたらですよ、いい、だん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 等級があって下の方になって、これは飛騨牛と言っちゃいけないという、ところがそれを飛騨牛というレッテルを貼って高く売ってるというね。ちょっと待って、下の方を貼っちゃいけないっていうと、飛騨牛以外のこの辺ではもう貼っていいのね。いや、違う違う、飛騨牛でも飛騨牛というレッテルを貼って売るにはいいの、クラスがいいところ、この辺まで。飛騨で取れたんじゃないの。いや、飛騨で育ってんだよ。飛騨で育ってるから飛騨牛だけど、それでもね、いいものと悪いものがあるんだそうです。悪飛騨牛だね。そうよ、等級が、つまりまずくて本当の飛騨牛とは言えない、言えないのに貼っちゃって高く売るという、とんでもない。え、でそれは別に反則じゃないじゃない。いや、でも決まりがすね、表示法でそういうふうになってるもんで。だって味なんて、味なんて分かんないよ、食べてみなきゃ。消費者が分かんなくて騙されて、結局は今回ね。ちょっと待ってくれよ、何、飛騨で取れたのが飛騨牛で、全部他で取れたやつはね、普通の牛に飛騨という名前を付けたっていうのは悪いよ。それも豚についてはそれもやってるらしいんだけど、どこでこれを線を引くの。いや、それがね、やっぱね、等級がね、5とか4とか3とかってあるらしいのね、ちゃんと専門家が。油の乗りようだとか、霜の降りよう、その通り、その通り。それで2とかね、そういう低いところはね、飛騨牛と称さないで普通の肉として売れというのに、それにも飛騨牛というレッテル貼っちゃって、ここが問題になって、しかも従業員がやったんで俺は知らねえって社長がとぼけたら、ついにやりました、すいませんって謝ってる。ミートホームの、北海道のミートホーム、あれと同じなの。うなぎ、うちは浜松だから、うん、浜名湖だ、うん、ね、うちの親戚でも昔からうなぎ育った、いっぱいいましたよ、うん、今そういうのほとんどないですから、養鰻場っていうのはないんですけども、はい、浜名湖産のうなぎって出てるでしょ結構、うん、それも嘘ではないんだけども、今回の話は、ね、浜名湖産ってのは嘘じゃない、ないんだもん。嘘じゃないよ、だけどさ、ずっと嘘じゃない、え、嘘だっつってんだよ。嘘じゃないんじゃない、嘘じゃないっていう言葉のあれで言ってるから、嘘だっつってんだ。あ、嘘だ、うん、だけどね、一応認められてんだよ、浜名湖でね、4、5日あるいは1週間ね、育ってれば、大きくなってれば、これ浜名湖さんと言ってもいいと、これ認められてんだよ、うん、ね、余計なことだけどね、大体あの魚河岸の話ですがね、貸し直行だとかね、魚河岸なんとかっていうのね、直送とかいろんな直送で、まあ、あんなもの食ったらえらい目に遭うよって俺言ってんだよ。それは嘘だってことだな、うん、嘘だ、インチキだってことだ。なんか菓子なんか誰だって買えるんですよ。それは今特にね、うん、したらね、魚河岸で男子さんいいこと言ってくれたって言われたな、うんうん、あ、そう、うん、本当なんだって、うん、だからね、全然違うとこから、どこを信用するったってね、こんなインチキなことをやる業者がいっぱいいるってのは、そのうなぎだって、で中国産っていうのはね、中国で育ったじゃないよ、中国でかば焼きにしちゃってパックした、これをね、中国産かば焼きだよ、
それを本来はそれを日本産どころじゃない。下手すら浜名湖にしてるし。浜名湖にはしてないけど、今回愛知県の一色という浜名湖ってね、昔はうなぎで有名なんで、今はうなぎはね鹿児島と愛知県なんですよ。静岡は3番目なんですよ。内部からの情報もあり、結果的に今回はもう分かりました。売れ残った中国産のかば焼き売って儲けようと思いまして、すいませんって謝っちゃったけども、うん、そういうふうにね。じゃあ謝って済んじゃうことなの。謝ってすみません。だから会社持ちのダメですよ。社長も辞めなきゃなりませんよ。そしかもですね、どういう法律を当てはめるか知りませんが、これは犯罪は犯罪ですよ、うんうん、ですから、なんつって、じゃあもう何の信用できないね。できませんよ。下手すりゃ米からたくさんからないから、うん、全くその通りで、この偽装でもって食品でわあ大変だと思ってる消費者、うん、そこへ持ってきて、今度は値上げ値上げでしょ。はい、いろんな値上げでついに卵まで値上がり、うん、ただし安い卵っていうか大衆卵はいいんですよ、うんね、スーパーでもちょっと高い卵、あるいはもっと高い卵、これは元から高いんですが、うん、中くらいのがやっぱり今度値上がり、うん、だから卵までかお前もかと言うんですが、これね問題はね、これはあの餌ですね、鶏の餌が高くなったっていう理由もあるんですけど、もう一つね、生産者の方もね、鶏はまあいいんですが、魚を取りに行く漁師さんなんかは原油が高くなったでしょ。あれ永住油使ってるんですよ、うんね、と原油代がね2倍3倍になってくるとね、漁に行ってイカ釣りなんかね、はい、カツオ、アジね、はい、みんなそうですけどね、取ってきてもほら、さっきの貸しじゃないけども競りでもって値上げなんかしてくんないじゃない、うんってことは燃料代がもう元取れない、赤字赤字でもって漁に出たくないと、出れないよ廃業だよってんで、ついにストライキやっちゃったね、漁師さんが。ほう、一斉に行かなかったら自分たちで食べる、それなんだよ、これ確かにしだね、自分たちも食えないけどもね。なんでじゃあストライキやったかって、一斉給料、政府に燃料代を少しは助けてくれよというアピールも含めて、そうはいきませんよ。そんなこと言ったらハウス栽培のところはどうなんだと、うちだって燃料は、銭湯だって値上がりした、450円になっちゃった、銭湯もね。つまりどこもみんな原油の高騰という、あるいは穀物資源だが、その影響を受けてアップアップなんですよ。だから何とも言えないけどさ、かわいそうだね、ストライキをやっても結局どうにもなんねんだよ、ね、どうすんのこれ。いや、そこだ、どうなるのかね。で、漁師さんは休業廃業に追い込まれるケースがもうどんどん増えてるんですが、うん、一般の消費者はどうかって、例えばイカ、冷凍イカが安くいくらでもあるからね、イカ釣り船でもって修行島でこうやってって、はい、苦心してやっとイカを取ってきたっつったって、全然関係なくね、家庭の食卓はイカなんだよ、うん、ね、カツオもそうだ、マグロも、いつまでも冷凍があるわけじゃないだろうけど、いや、どんどん輸入だもん。あ、そういうことか、ね、中国の例の餃子屋なんかも問題になったから売り上げ落ちてるよ、うん、だけどさ、世界から輸入してるわけだよ日本は魚、うん、そして世界の人も魚食うわけだというような状況の中で、もう非常にこの魚を取る仕事、漁師という仕事が今や立ち行かなくなったという、そこまで追い込まれた、うん、想像のできないようなとばっちりだね、これはガタガタガタってくるね。ガタガタだよもう、うん、で農家もそうだ、漁師もそうだ、全てがそうなってくるというと、結果的にあの優等生の卵すらも値上がりと、うん、ね、だから今週は珍事件が一万円札なんか値上がりしないのかね。あれはしないね、印刷代の問題だから、額面は1万は1万だから、いい発想だ、うんうん、むしろあれだね、うん、価値観が下がっちゃうぐらいだね。だけどでもなんでいい発想って分かる？1万円は額面1万円だよ、だけど印刷費という原価とは言わない、お札は原価ない、うん、印刷費というのはですね、うん、これは昔ほら大蔵省の印刷局がやってたんだけど、東京にもあるでしょう印刷ね、うん、この原価が見に行ったことあるよ、あるでしょ、砂物の方にあった、そうそうそう、うん、だから原価は上がってるんですよ。でもこればっかりは1万円札が値上げて、それはいかないというわけで、現代のね1万円札が値上げしちゃって今1万2000円いるんですよいやでもそれは今度は貨幣価値という話から言うと、インフレとデフレで、今までデフレっていうことは物の値段が継続的に下がるってことだから1万円の価値が出たんです、はい、ところが今インフレが近づいてきたってことは、1万円の価値が9000円ぐらいに落ちそうだっていうと、これは一種の値下げですよ、価値観の、ね、そういうこと、値下げ、そういうこともあるんで、うん、だからね、あちこち行って ね値段が上がった下がったと、そういう一喜一憂して、だけど一般の人は、うん、
どのぐらいに感じてんの？一般の人は ほとんどの人がどっかで節約して我が家なりの工夫と知恵で乗り切ろうというふうになってますね。わかりました。でも業者は結構つらいよと、頑張れ頑張れ、あ声が出ないけど頑張れ。ちょっと関係ないじゃないの。いっぱいだ客が。ありがとうございます。すいません3列に並んでください。いっぱいだ客が。ありがとうございます。すいません3列に並んでください。今日はですね、今月の珍事件みたいなそういうのをね、なんとなくこう取り上げてるんですが、ここから談笑君が、はい、間違いですが、これが談笑です。いやだけどまずじゃあ何をしゃ、クジラの紹介したいの？いや一言だけもう言いましたから。言ったクジラの件を一つ。うん、いやクジラ。今最近その捕鯨船がいろいろその環境団体が追っかけ回されたりだとか、で今回最近一番新しいのは、その捕鯨船日本に帰ってきて、調査船ですね。調査捕鯨、調査捕鯨の船が日本に帰ってきて、でその乗組員が自分家に帰るにあたって自分の家に、クジラの肉を送ったと、これは業務上の横領じゃないかということで告発をされたんですよね。どこに？あの警察に告発されたわけですよ。業務上横領だと。例の環境保護団体グリーンピースジャパンの話ですね。になる話なんですけれどもね、でその告発はされたけれども、まあ、そっちの方の結論から言うと、いやこれはまあこれまでの慣習でもあり、まあ、別に盗んだものじゃないと、で会社の方も納得づくですということで、これはもう書類送検もされなかったと、いうことなんです。まずやめと。分かった今の話、ね、分かるでしょ。要するにね、クジラの調査に行ってるわけですよ、ね、だけどもそこの乗組員の人はクジラ、そこで調査した後のクジラを業者に卸したり売ったりできるんですよ、残ったものを自分のお土産として乗組員がみんなで分けて持って帰っちゃったと。その話だな。そうです。それは横領だっつうところが、これは横領ではなくて会社も納得づくで今までの慣習通りですということになったんです、これはこれとして、と、でこれを告発した人たちというのが、あの例の有名なグリーンピース、わかります、あの環境保護団体グリーンピースジャパンの人たちが、その実家に自分の家に送ろうとして、運送会社に宅配便に頼んだ、日本の港についてからな、頼んだ、でその運送屋に忍び込んでグリーンピースの人たちが証拠だ証拠だと持っていったということで、いや荷物持ってちゃいけない、はい、盗んだわけだ、盗んだんだよ、それは。ということでこれは窃盗に当たるということでグリーンピースの人が逮捕された。グリーンピースがクジラ盗んだって、えらいことだこれ。でグリーンピースとしては、まあ、その肉食べたかどうか分かりませんけどね、でそのグリーンピースとしては、まあ、現場判断でやったんだけれども、まあ、そのグリーンピースジャパンの本部としては、間違ったことはしてないと、仕方がなかったんだこの闇を告発するためにはと。いやそれはね聞いたよ、正義のためにはねいいんだと、ね、告発のためにはね持ってきたけどこれは盗んだわけじゃないとかって言ってたの、それだね。そうです、そこなんです。どう告発するために正義だってんで盗みをやってもいいのか。いや俺その前にね、俺はあのクジラを食する会の方のね、結構なメンバーの一人なんだよ。じゃあ俺だね、クジラ食べていい方だね。そうそう、どうしてもね、そっちの方行っちゃうんだけどね、まあまあまあ、よくないよ盗むっていうのは。いや盗むだよくないよ、ろくないよ、だいたいグリーンピースなんて面見てわかるよ、ろくなもんじゃない、テレビ見て。だ環境問題だから面じゃねえんだよ。いや面でわかる、あ分かんの、人間なんて面でわかる。いや他にもいっぱいあるんだよ、その環境保護というこの大義のためには多少のその常識から外れたようなことでも OK という雰囲気がありますよね。もう開き直ったんだよな、だこの間捕鯨船を追っかけ回してたあの環境団体は、あれはグリーンピースから派生して出てきた、あのシーシェパードっていうまた別の団体なんですけど、これも悪いんだよ、捕鯨調査に行ってる捕鯨船の乗組員に向かってもうそこに乗り込んだりなんか投げたりいろんなことして、ね、もう妨害でとんでもない。嫌だね、あの正義を気取ってやるやつってのはね、まさにもう一番嫌いだ。いや特にこの捕鯨の問題は ね、 特にね、俺なんかの場合ね、落語という大義じゃなくて正義に来てる人間にはね、小さい義ね、そう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 、嫌ですねああいうの、だからねこれは世界的にもねちょっと問題になってきて、日本だけの話じゃなくなったんだけど、クジラを取っていいかどうかというもっとでかい問題になっちゃうとうやむやになっちゃうんだよな、とにかくそこに目を向けたいというのがあの環境保護団体のいつものスタンスですから。でも結局逮捕されたんでしょ、家宅捜索とかあったでしょ、今はまあ捜査中なんでしょうけどもね、ということはこれはやっぱり
横領なり、ね、泥棒ですよ、はっきり言えば。そう、泥棒だ。これは罰せらなきゃおかしいよね。まあ、結論からはそうですけれども、うん、まず最初のカードとしては、うん、その、告発をすると、うん、捕鯨けしからん告発をする、うん、でもさ、マスコミを集めて、うん、記者会見をやりたいんです、あの人たちは。いや、談笑君そうは言うけど、僕もそうなんだ、そんなこと知らなかったんだから、やっぱりね、盗んだら悪くてもそこでパッと告発してさ、いいか悪いかというのは一つのあれだね、うん、議論にはなるね、うんうん、別に悪いとは思わない。だけど早いじゃん、彼ら言ってることはクジラを取るなってことだろ。まず一つはそうです、ね、調査をすること自体を妨害してるんだから、結局、まあ、クジラを取るなってことだろ。 それと、うん、盗んできてこの通りクジラがあるっていうのとはかけ離れてるな。全然違う、話は違う、うん、だからそういうことをね、正義の名のもとにやられたんじゃたまんないなと、何でもできんのかと、正義のためにやっとこう。ですからちょっと、まあ、言葉は悪いかもしれないですけど、そういう新興宗教的な、うん、その正義への邁進の仕方っていうのはありますよね、うん、あ、でもまあ市民運動の中にもそういうのがないとは言えないから、まあ一口にはね、俺はね、暇つぶしだよで、ね、うん、そう、本当に食うや食わずだったらあんなことしてらんないよ、うん、なるほど、そういうことね、うん、だからよくね、街頭でね、募金してくれなんてやね、うん、てめえの体でもなんで売れるもんなら売ってやりゃいいじゃねえかって俺はね、あ、人から金集めない、集めないで。でもあの募金の中にはいかがわしいのもあってね、集めるだけ集めて、あれ許可制じゃないんだよ、うん、勝手にやれるんですよね、うん、いろいろあるんだよ、だから、あんまりね、あの、協力しない方がいいよ、うん、そう、募金には協力しなくていい、うん、ね、やっぱり自分の問題。クジラはどうすりゃいいんだよ。いや、だから、うん、クジラは今余ってるのか、ね、つまり取っちゃいけないのか食っちゃいけないのか、それとも食うべきなのか、もう議論が世界で2つに分かれてるから難しいんだよ。そんなに分かれてんの？分かれてる。そんなに世界で関心があるの？あるの。中国の奥の方だとか。そうそう、やれ、それはクジラ見たことないんだから。ないよ。だからそれはもう無理だよ。つまりちょっとしたクジラというかな、食文化についていろいろ関心のある人は今のような、あのね、うん、おじいさんとおばあさんが海岸に出たらね、うん、クジラがね、うん、上に打ち上げられてたんだね。おー、よくある。それで言ったらメスのクジラでね、うん、上上がったら、うん、おじいさんズルズルと落っこって、うん、女性器の中へ落っこっちゃった、うん、ね、助けてって言うから、おばあさんがシャッと引き上げて、重たいからズル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 上がったり下がったりしたら、クジラがあんまりクジラないでおくれって言ったら、いやいやいや、何か事件の話かと思った。いっぱいだ客が。ありがとうございます。すいません、3列に並んでください。さあ、家元、これか、そう、タバコの話。4人が揃ったので、ちょっとそれはダメです、危ない、タバコの話、うん、お願い。で、談笑さんは、これだけ吸うんだって、吸うんだよ、この中で。俺がね、うん、なんだろうな、急に吸わなくなっちゃった。あ、禁煙したの？それ禁煙じゃなくて、何もしないよ。いやいや、うん、今日は現代の禁煙、あるいは禁煙、これについて。禁煙っていうこの段階で喫煙という文字がないのが私つらいですもん。つらいです、だってないんだよ。肩身狭いんですよ。狭い、吸わなきゃいられないの、うん、いや、というか、まあ、吸うのが当たり前という今生活をしてます。ただね、なんで吸っちゃいけないの？吸っちゃいけない以前にね、7月からね、あの、未成年にね、タバコを売らない、ね、吸わせないというような一つの運動でカードをね、かざしてね、まあ変な面倒くさいのができたんですよ。そもそもは数年前の健康増進法でしたっけ、うんうん、そうです、ね、というのがもう日本の国策としてがんを減らそうということで、もうタバコはもうどんどんダメしていこうということになったんです。俺のタバコ論って知ってる？どんなの？あのアマゾンの奥でさ、うん、あの幻覚剤みたいにこう吸ってたって、はい、今も吸ってるって話がありますね、うんうんうん、でどっかで現実を離れないと人間っていうのは持たない部分がありますね。でそれを名残がタバコじゃないのかと。今これにはそういったものは入ってません、成分は入ってないけども、だけどこれを吸うことによって、うん、どっかで人間が現実という、うん、常識という線を逃れることの延長線にあるんだろうと思うから、絶対に俺はやまないもんだと思ってましたよ。ああ、そうか、そういう見方もあるから。アメリカだけはギャギャ咲いてんじゃないのこれ。ただね、今言ってるのは未成年には吸わせないということで、アメリカ見て ID カード出して、昔からね、もうずっと昔からアメリカ絶対売りませんよ。売らないってそんなもの未成年の
手に入れると思ったのなんとかしてできるんだけど、そこが建前でやってね、うん、で、まあいいや、自動販売機タバコ今度タスポというのが、うん、まあ、もう日本ではほとんどもう今始まってるんですけども、そうですか、あの7月からタスポというのが関東地方でも導入されます。それがないと買えないんだろ。買えない買えない、この自動クレジットカードのようなもの でそこに証明書がいるんだよな。そう、もらうにはね、そこに年齢ですとか、うん、個人情報が入ってる、うん、それを、うん、自動販売機に掲げないと買えないんです。もらうのは簡単にもらえるの、それが2週間ぐらいかかるんですよ。めんどくせんだよ。じゃあ、 あの自動販売機っていうのをそれ入れなきゃ買えない。ああ、入れるんじゃない、かざすんだよ、かざすんだよ。それで確か俺ね、ごめんなさい、うん、あの道中道端で歩きながら吸ってたりね、平気で、あのマナ悪いよね、車から吸ってたり、これ起こしたね、あれは嫌だけど、俺タバコそのものはね、うん、いいんだ、好きだったり、落ち着いて支援カンバックじゃないけどね、うん、あの支援が食いらしてるっていうのかな、食ってる、こういうやつな。それは段井熊さんじゃないけどね、ああいう名作もあるくらいだから大丈夫、煙が。そうすると、もう君は吸ってんだったらやめないで、いまだに吸ってんのに、あれなの、どこで吸ってんだよ、吸うとこないんだよ、この頃。喫煙所というのが今ありますからね。まあ、NHK って言ってないんだって、こういう箱の中入れられてないんだ。そうです、そうです。NHK の入って少ないところ、もう悲惨ですよ。タバコ喫茶なんてやったら違反かね。いや、違反じゃないよ。いいよな。いいんですけれども、うん、さらにひどくなるのは、今神奈川県で条例を作ろうとしてるのは、パチンコ屋でも喫茶店でもホテルでも全部ダメだというのを、それはね、今神奈川県はそうしてるんですよ、うんうん、知ってますよ。小学校、中学校、高校、体育館、ボウリング場、居酒屋、レストラン、映画館、コンサート、バスタクシー。小学校って何なんだよ。学校先生職員室で、あ、先生生徒じゃねえんだよ、うん、あ、それからさそれいけないよ。パチンコ、ゲームセンター、すべて居酒屋だとかも全部。すごいのはね、浴場はいいよ、銭湯は吸っちゃいけない、うん、公衆便所も吸っちゃいけない。これ神奈川でもって、公衆便所もダメなの。うん、いや、神奈川で決めてないよ、まだ。これを知事が何とかしようとしてるんで、大反対なんだけどね。だ、今みんな署名を集めてますよ。いや、しかしタバコ屋さんとかね、パチンコ屋っていうのはタバコ吸いたくて行くやつはいたろう。いますよ、今神田駅あたりでたくさんいます。じゃあね、談笑区みたいな愛煙家、タバコ吸いが40年前にどういうような立場だったかっつうのが、うん、これから昔のハイライトの時代ですね、うんうん、ああ懐かしいね。よしよし、昔からこんなもんでタバコ吸いはねダメだったんだけど、今日はこういうことですよね。タスポと導入して喫煙者が片隅に追いやられて、うん、昔の愛煙家たちも困ってたというような話でね。さあだよ。でも昔ってだって、もっとタバコってあれですよね、肯定されてましたよね。でも今日も元気だ、タバコがうまいって言ってたんですよ。そうそう、タバコは動くアクセサリーで、うん、だけどこれあれだね、あの俺球場でね、うん、あのまあ、うん、天皇陛下、うん、まあ仙台ですか、うんうん、入ってくるまでにちゃんとタバコが置いてあったよ、うん、そうです、あの、うん、恩師のタバコじゃないよな。いやいや、恩師じゃなくて、ちゃんと地球 の宇宙の中ではタバコがある、菊間がついてる、うん、それでだからね、持ってったやつもいるけど、思い出した、参議院ではタバコ吸っちゃいけないんだよ、衆議院は吸い放題なんで、議長で、議長で、議長、本会議場はダメだよ、委員会の部屋はね、衆議院はね、吸い放題。今でも、今でもそうですよ。この辺差別じゃないの、驚いたな。差別、それあれじゃない、都議会でもそうですよ。え、都議会つい最近、あれはね、都議会の本会議ではなくて、うん、予算委員会らしいですけど、会議してるところでタバコ吸ってる人がいるんですよ、うん、だからさ、それは健康増進法って法律ができてもへっちゃらだっていう議員もたくさんいるんで、うん、そういう話、うんうん、だから参議院は守ってるが衆議院はダメという話。昔って当時どうだったんですか、国会って。国会吸い放題だよな。私はね、あの40過ぎて覚えたタバコですからね、あのそれまではね、吸ってようが吸まいまいが、うん、一切関係ないからね、うん、見過ごしてるね、どんなあれがあったのかっていうのを。そうか、しょうがねえとチェックしてないよな、うん、気にしてない。吸うようになってからね、嫌、うん、だな、ここに残っててっていうのがあったね。いやだからね、俺もね、吸わないからだけどね、うん、吸う人がマナーを守りゃいいんだ、俺吸うなとは言ってないんだ、うん、あ、ダメ、それは、うん、煙が来ただけでね、うん、もう衣服がね、だから今そうなんだよ、今はだよ。ただ煙は目にしみるね、確かにコールポーターね、うん、コールポーター、いや、あの煙はね、ツーンとくるね。昔の寄席はどうだったんですか。寄席は吸ってるよな、タバコっていうか火鉢にあってこう、お客さんが、ええ、お客さんが楽屋じゃないよ、お客さんが吸ってたの、ええ、でね、一番前政治の手でね、うん、一番前の客が炎症、師匠がね、あーって置いてた、覚えてますよね。あ、そういうことあったの、うん、タバコ吸う人には嫌な時代になったとか言ってるけど、タバコ1000円というね、そういう、なんか噂というか動きというか、これがそれは大賛成、え、大賛成、
第三世ってただの値上げじゃないよ、うん、1000円ってのは税金だよほとんどが。いやだから 60何%税金でしょ。いやいや今は 60%、うん、62%、 これが税金、うん、タバコのね、うん、で諸外国は 70% ちょっと超えてる、うん、あ そう。それをこの1000円ってのは9割ぐらいを税金にしちゃって1000円だと、うん、こういう意味だよ、うん、さんそれでもいい。まあ吸わないからだけど、ね、ああそうか吸わないからな、うん、それで3割ぐらい減った、3分の1ぐらいになったとしても、ああそうかそうか、税収は変わらないって言うんだろ、うん、オッケー、そういういい加減な資産はダメ。まずこれ見てください、小林さん、ね、うん、これ400円、つまりタバコの値段によって吸うか吸わないかが禁煙しますかどうかというアバウトな調査がある、うん、あ、そうすると ね、1000円になるとね6割の人は吸わないよと言ってるんだよ、やめるよと、うん、だけどね300円だの400円だの500円だったらねそんなに減らないかもしれない、かるかる、うん、だから税金を上げちゃうと、うん、ね、税収が上がると思いきや数人が減って税収はそこそこだよということもあるの、うん、だから簡単じゃないの、だけで言うと、うん、だけど数人が減るから健康の人は増えるじゃん、あ、だから健康のためには増税もやむなしと、うん、そうそう、だけど金が欲しいからタバコ吸いから税金取ろうというのが今の動きなんですよ、だからそれはちょっとマムシさんみたいに大賛成って言うけども、簡単じゃないね、これなんて1万円にしてもいいと思う、ちょっとだから、そう話し合う、いや、ほら吸わないから、吸わなきゃ何とでも言えるよ、言えるよ、だから、ね、1万円になったら密造しますよ、うん、それはあり得るな、これ見てください、これね、なんでそれ、え、喫煙率男女がどうなんだっつうとね、20年30年前から比べて減ってるんです、男女とも、男は全然減っちゃったね、右側が昔ですね、40年前、そう男は全然減ったんだ、で男は半分ぐらいに減っちゃったんだよ最近は、うん、健康に悪いって言うんだ、ね、そう、だけども女性の場合は減ってはいるんだけどね、全体は減ってますね、そう、だけど20代30代の女性がボンボン吸って2割、はあはあ、ここなんだよ、うん、ここがこれからの税金を上げる上げない、あるいは健康のためで、ここの鍵握ってると思うんだ、うん、どうです、つまり女性というか20代30代の女は税金が少々高くなって関係ないわよ、私は吸うわよと、こうなってんだよ、でも1000円になったら分かんないよ、あ、それは分かんない、ただ一つこれが親切、スウェーデン、ね、600円にしたんだよ、ね、600円、一箱、そしたらガタッと減った、減ったんだよね、それで不評になって今度値下げしたんで、値下げしたら吸う人が戻ったんだけど、スウェーデンは何で吸っていいかというね、心の健康のためストレス解消なんだ、逆に抑えたためにストレスになったわけだ、うん、そういうなんかスウェーデンってちょっとなんか関係あるみたいだね、そういうシャレかと思ったよ今、違う本当の話で、ですからタバコって有害な話ばかりしますけど、うん、そう分かる分かる分かる、有益なこともあるじゃないですか、だからそういう理屈もつくよって、うん、私これほど今禁煙だとかっていうのが厳しい中で、タバコがすっごくフリーなところ知ってるんですよ、何あのね、そういう人たち、あの頭を使う人たちが集うところ分かります、うん、将棋会館、ああ将棋指しの人たちの対局の場には必ず灰皿があって、あれはタバコ吸わなきゃ、そう、全館全部吸い放題、さすが絵にならないだよあれは、何章の指摘はね、頭を使う作家さんだとか、うん、そういう時って何、うん、か物書く、それはね会社でもね喫煙コーナーが設けてあるけどね、そこで情報交換をしたり ね和訳と、うん、対等で話したり、すごいプラスの面、うん、もう一つはねストレス解消で、今のね若い20代30代の女性はね、ストレス解消のためにタバコ吸う、心の健康にタバコはいいんだと、うん、こういうスウェーデンの話ですよこれは、うん、そういうふうになってる、だからこれも女性がこれから吸うよと、ね、ご隠居、はい、何、要するにタバコの中に有害なものを除いたタバコを出しゃいいんだ、それじゃ面白くもなんとも、面白くないの、いや面白くない、味がないの、いや面白いかもしれないだけどね、うん、有害だからダメなんだよ、いやそうなんだよ、最初私はあの無理して覚えたタバコですから、うん、クラクラっときましたよね、うん、今も来なくなっちゃったからそれでやめたわけじゃないんだけどね、うん、鼻から吸うとくるからってくるね若い OL なんて鼻から煙出してる女いっぱいいるよ鼻から吸うんだよ、吸うんだよ、吸うとね効くんだよ、タバコ吸わないから全然ダメだ、鼻からね、うん、鼻から目に抜けたら、もういい、でも考えてみれば泉重千代さんだってスモーカーだったんですよ、そうかい、だからタバコ吸ってるから、俺はね、タバコ吸ってる、例えば役者だってさ、うん、うまい役者たくさんいるじゃんタバコが、うん、だからそういうのはいいんだよ、ポパイだってタバコがなかったら様
まんなんないよ。吸わねえって言ってダメだよ。いやだけどタバコを吸う形は嫌いじゃないんだよ。健さんもよく吸ってましたよね、高倉健さん。だから家になるよな、ね、いや持たないよ、ないとないと持たないわ。ホントだよ、お前でも探してもいいよ。そう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 言ってまえよお前。刑事さんなんてタバコ吸わなきゃさまんなんないよ。だからいいそのためにタバコ吸うってんじゃないんだから。だから有害じゃないタバコができればいいんだよ。そうだよな。そうですね、話がだんだんまとまらなくなりましたんで。この辺でもってまとまったよ。いっぱいだ客が。ありがとうございます。すいません、3列に並んでください。診断ぶらりぶらりのコーナーです。いわゆる一発屋と言われ消えゆく芸人や歌手が多く、芸能界はやはり厳しいようです。さて今日は一体どんな話になるのでしょうか。早速どうぞ。さあさあお三人様というより家元さん、はい、ね、お笑い芸人表と裏ってこうなってるんですけどね、もう談笑がね言いたい、いろいろ言いたいらしい。でもまあまあ我々の仲間もいますからね。あ、そうか、お笑い芸人といっても最近のテレビのお笑い芸人ってことですから、ね、寄せ演芸の、まあ、腕のある人たちとは違いますよ、うん、いわゆる人気者、芸のある人じゃなくてただテレビに出てわーわー騒いでる、そんな話、バラエティーに出てひな壇芸人とかそういう話、はい、そうです、うん、どうぞ。でまずは順序としては、うん、そのネタ番組というのが今ありまして、うん、ネタ番組、昔でいう演芸番組のようにネタをやるんです。その芸人たちが一人だったり、うん、コンビだったり、うん、というのが短いのな、エンタのなんとかとか、なんとかカーペットというふうに、レッドカーペット、エンタの神様でしょ、というところに半分素人みたいな子たちが出てくるんですけれども、はい、まずはそこで、あの私の知り合いですけれどもね、一人でやってる子なんですけど、うん、コンビ組まされるんですって。こいつとなら組むなら出してやってもいい、でネタは向こうの作家が考えて、今構成作家がネタ作りますで、このキャラでやれと、やるならやっていいなら出してやると言われて、つまりあの彼らあるいは彼女たちは、うん、自分たちの芸で出てるのではなくて、うん、作られたもんか、作られてるんです、コマなんです、うん、で例えばなんとかギリっていうような、うん、あの着流しでギターの彼いましたね、うん、ギター侍の、ギター侍、うん、彼も本当は違うキャラで行きたかったんですけれども、うん、あれで一発出てしまうと、うん、まず最初は、うん、で次のステップとして本当はそれでそのひな壇芸人だとかというところ、バラエティに出たい、バラエティに入っていき、最終的には冠番組ということで自分たちが司会に回ってというのが彼らの思い描くコースなんですけれども、それがなかなかうまくいかないわけですよ。つまり当たっちゃうんだろ、当たっちゃう、ドーンと人気が出たら出たで、そのキャラクターから離れられなくなるわけですよ。わかるよ、ヤックンがそうだよ。そう、桜塚ヤックンも最近だとよく知ってるね。いや知ってますよ、言えばとテレビなんか見てないでしょ。じゃあ暇だから、俺わかんないよ、いいテレビ買ったから。あ、いやいや、吉村さんに買ってもらったから。見えんのだから1メートル、何触れんのさ、テレビ触ってどうぞ。だ1メートルのところで大型画面を見てるから、暇な時に分かるの。実は男性なんです、そう、男性なんですけど、スケバンの格好、昔のスケバン京子って言うんだけど、桜坂役スケバン京子って名前で、知らねえ、桜坂知らなくて、じゃあ男性は何が言ってんだよ、そのお笑い芸人はダメだって言ってんのか、それともなんだよ、君だって芸人じゃねえ。ですけど、まあまあそのテレビを中心とする、うん、そういうメディアの中で食い尽くされていると。だ話し方はえらい違いじゃん、話し方みたいにきちっとした伝統芸守ってさ、ね、どうもね、もう一発でも売れたいじゃないですか、ね、そういう気持ちはそうか、なきにしもです、うん、5秒でじゃあ面白いことをやってみろと言うんで、5秒ならいないいないバンみたいなことを、鉄腕のトムさんとかいるじゃないですか、鉄腕のトムさんで、鉄腕トム爆発的に人気が出て、まるで一発屋さんのように見る人もいますけれども、うん、あの人たちは芸がちゃんとありますよ、ね、今もだって男子推薦で今ちゃんとテレビ仕事してるよ彼ら、ね、よし、じゃあね、途中でやるけど、これが男子さんがねクイズ出したいって言うんだよ。いやクイズを、まむしさんと家元に、もう古今の昔のも含めてですよ、うん、はい、何言うの、一発ギャグ、そう、グーとかね、こうとかなんか言ってる、こいつはなんてやつだ、グーって知ってます、知らない、グーグーグー、チョキパーのグーじゃない、ナッシングーって江戸晴美って言うんだよな、24時間テレビで走るんですよ、まあ、じゃああとは談笑さん、はい、答えを全部ね、あれしてください、次、ね、3の倍数と3がつく数字の時だけ顔が変わる、うん、これはもうこういう今有名ありがちないないいないバーゲーですよ、今一番すごい、1、2という時は男前の顔してて、うん、
3で変な顔する。これが小学校でバカ受けで、いないいないば、ね、先生の前でガキがって子供が真似するんで困ってんだよ。まあ流行語ってのはみんな真似して、そうだ、ね、教師が怖って、うんうん、だけどこれ今のはじゃあそういうのは3の倍数と、その、アホな顔という落差。まぶしさん分かりませんね、じゃあ家元も分かりません。はい、これは名前自体がすごい。はい、どうぞ。世界の鍋圧鍋つねじゃん。鍋つねしたとき鍋熱。鍋熱って熱い鍋か。うん、いやそうだかどうか知らないよ。鍋熱ってんだよ。じゃあこれでも今の写真集出したりしてる。これは知ってる。そんなの関係ねえ。ああ知ってる知ってる知ってる。ね。名前わかります。知らない。名前もわかんねえな。わかんない。うん、分かんない。プロレスラーが真似してたよこれ。ああ、だからそんなの関係ねえってこれだよね。小島よしお。はい。あ、わかんない。わかんないね。もうこのぐらいまで。じゃあね、分かったよ。これはわかるでしょ。これはこれ。あのね、おっさん、わしゃかなわ。知ってるよ、それ知ってるよ。知ってる？お願いします。今の人には分かんないよね。それなんだ、うん、だから高瀬実るじゃない。そうなの、うん、だからさ、ね、年配だったら分かるけども、若い人は、ね、日本中みんなやったもんね。いやそれみんなやったら若い人。うちの近所にあのねやっていうね、あの下駄屋があったもん、うん、おっさんの顔が、うん、そうだ、そのぐらい受けたの、うん、でもあのねおっさんわしゃかなわよ、高瀬実るだよ、うん、で同じような感じでちょっと古いところで、うん、あの上から4つ目、およよ、およよってなんだ。およよって覚えてます。これはね、あの三氏がね最初に言ったんですけどね、そうそう、実際にはね、うんうん、幸福への正体、パリパレスホテルっていう映画でね、うんうん、ジリアそこであの刑務所へ、まあ、間違えて連れられて行ってしまう、うん、でそこへ入ってきた、その中にいる変な頭のおかしいやつなんか、およよ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 っていうダリーコールって役者、あ、そう、その人が言ったと。でもじゃあ誰、フランス映画だったの。三四師匠はバンと出てきた当時、グーとかいろいろギャグがあって、マシンガントークで、およよで、およよもあったし、あ、そうなの、ええ、でもフランス映画なの、それは。ちょっとアンリベルヌイユ、いや、アンリベルヌイユって大変なもんだよ。これはフォー、フォー、フォーってなんだろう、これは分かんない。フォー、え、つい2年ぐらい前ですよ。え、つい2年ぐらい前です。フォー、フォー、あ、グリコのマークみたいな。ポーズはグリコのマークグリコのマークだよな、俺たちにしてみりゃ。今もう現役でやってらっしゃいますよ。分かった分かった。じゃあ、はい、じゃあ大丈夫さん、はい、はい、レザーラモン HG、はい、ハードゲイ、あー、ハードゲイでパンツ履いて今プロレスやってますけど、あの、まあプロレスって言ってもちょっと おちゃらけたプロレスですが、それだ、フォーだ、こんなことやるんでしょ。そうです。この人も、まあね、江戸晴美さんは今本当に、鍋屋さんも今そうだし、うん、小島よしおさんはちょっと過ぎちゃったかなですけれども、その売れているその半年なり1年というのは CM もバンバン出るわけです。と、うんうん、いうことは当人は億万長者になってるのかい。多分本人には入ってこないぐらいのキャリアだと思うんですよ、ね、でも売れてますよね。事務所だとかにまだ取られてるのか。来年になったらすごいよって言われるタイミングだと思うんですよ。テレビならいいけど演芸に頼まれて行ってもダメだね。だって短いんだ。瞬間風速でその時は行くとすごい。いやいや、ただ出てきてその何だしないけど、いや、やります。こう、いや、少しは少しなんか持たないでしょ。持たないじゃない。いやいや、もうちょっと何かやってるかもしれないですね。だって俺が琵琶湖の協定場にね、老人ホームからしょっちゅう通ってる。そうするとレースとレースの間に芸人が出てきて、あれテレビ見たよこいつはってのが出てきてる。やってるよ、つなぎでやるの。つなぎでほとんど見てない。だって船券買うんで忙しいのいや、だけどもそうやって呼んでるんだよ。ギャラが発生してるから彼らにはいくらか入ってるんだろ。入ってるよ、そりゃ。ヒロシです。ヒロシはヒロシだろ。俺ヒロシ出ないよ、ヒロシも、こういうネタがあった。不発言でもものすごく流行ったんですよ。で、うん、その上の、ね、さっき話も出ましたけど、ギリというのが、あ、残念っていうのね。残念、旗よく、旗よく、あ、残念。ながしどこ行っちゃったの今。いや、やってますよまだ。だからアメリカ行くとこなんか、まだテレビにも出てたりしますけど。あら、長い腕数だよ、アメリカ行って仕事してんのは。そうそうそう、詳しい詳しいけどさ、その瞬間風速が、ね、その年の流行語にまで高まるとこけてしまうという。え、あ、こけちゃうの。いや、そういうジンクスがあるという。あの欧米化っていうのを、高安俊さん、高安俊たちは拒否したんですもん、流行語大賞いらない。あ、そう。何言われたの。じゃあ腕がある人たちですから、うん、漫才で行きたい人たち。高安俊は漫才も出るとダメになるのかっていう、だそのイメージが、あった。例えば鉄腕とトモみたいな、まあ、いつの時代にもね、うん、この間カフーの日記読んでたら、うん、それこそかなわんよだとか、うん、憂鬱ねとか、団長亭日曜、そうそうそう、うん、憂鬱なんていうのはあの、うん、私この頃憂鬱よって、うん、流行った青柳子かなんかの歌でしょ。歌の文句だ。それからね、うん、結構その今だに使われてる曲、あの言葉も入ってるのね。偉いもんだなと思いまして、うん、っていうことは、何も残らないでしょ。極めちゃうと
落っこっちゃって言葉も残らない。だってもう漁業もサイザンスもアジャパーも何にも残ってない、ね、この間喋ったけどね、うん、残ってないね。ああそうやっぱりということはね言うことも、ね、キリがないんでね、一つこの辺で、うんうん、お勘弁願いたいんですが、そりゃそうだ、体力。お楽しみいただけましたか。男子陳平の言いたい放題、そろそろお時間となりました。おしまいは家元の締めのジョークをどうぞ。パパね、ゆんべねパパに小遣いもらって夢見ちゃった。そうか、大事にしまっとけよ。これまあ普通の童貞じゃないんですけどね、声が出ないしね、来週もまた。